はい、皆さんこんにちは、ビンゴの小池です。今日も清水ひもんやからお願いします。はい、でこの間の左手の続きで今日は右手です。はい、やっぱ左手だけだとちょっとわからないんで、右手をどう袖につなげるか、 そして左手と右手の役割の違いと、それができるとやっぱりしっかり、いやもうこの間はね、指に感動しちゃいました。で今日もちょっと指とかいろいろ混ぜながら、いや指ですよ指、はい、まあ接点が指だからね、いやクラブとのね、いやそうだよ、ね、やっぱだってやっぱこれがもし人間の手がドラえもんだったら飛ばないと思うよ俺。ある意味ドラえもんだからね。え？ある意味ドラえもんだけど。最近痩せてきたっすよ。あ、そうです。すいませんでした。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。で今日はですね、まあ右手は。はい。実は右手で上げる時もかなりこれ上げた時に骨筋が先に入るんで、もしテコでこうやってやるのも感覚はあるんだけど。これ実は人差し指あんま使わないって言うけど引っかかってます。そうだよな、そうなんです。みんなねこれダメだな使っちゃっつって言うんだけど、根元のこの指の関節のところは絶対引っかかってます、だって豆練習しない俺でさえここにちょっと豆っぽいな。そうなんです。もうこれはただレッスンしてる中でタブーなのは、ここ使ってくださいって言うと握っちゃうから、そこを一番握っちゃ う、 そうこれ一番ダメじゃないですか。それはダメだ、こうなっちゃうから、はいはいはい、だからでアドレスからほらこんななってるしいいじゃないですか、ね、指がこうやって、はい、だからやっぱりここは握らないでっていうのがいいんだけど、どっちかっていうと感覚的にはこう、間違いなくそうだ、こういう感じです。それで今度でも右左手と一緒で親指握らないです。下から上に、はい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 、でこうやった時はちょっと、この三頭筋でしたっけ、はい、二頭筋、いや三頭筋ですよ、裏側三頭筋、三頭筋をちょっと使いながらこう上げていきます、はい、なるほど。そしてやっぱりこのワン頭骨筋も使っていきます。ワン頭骨筋大活躍だね、大活躍もう、はい、この筋肉をだから本当は鍛えた方がいいんですよ、確かに昔のニクラウスとかワトソンはここがすげえや、ここ使っちゃいけないって言うじゃないですか、なんか、うん、でも使うときいっぱいあるんですよね、うん、下ろすときに使っちゃいけないってこと、はい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 、最後使う、ここから左手のときもそうだ、そこね太いよやっぱり、この小屈してるときにワン頭骨筋が入る、うん、実はこっちもそうなんですけど、まあ、これ順番博士の左手のそこだって太いよ、あのやっぱりこう手首から逆あの三角三二等辺三角形みたいなこうなってるんですよ、あ手首から手首から行くと、あこっちがね頭骨筋がここが細いだけだからボコッと膨れてる、細いだけ、いやだけどやっぱり使ってんだなっていう、じゃあここからこういきます、うん、でこの時にすぐ右肘って曲げないんですよ、はい、結構いるんですよ町の人で、うん、肘ってこうやんなきゃいけないから出前持ちだっつってここから曲げちゃう、そうすると何が起きるかっていうとこういう、うまいんだよねこれふざけてるわけじゃないから、やめてください笑うの、うまいんだよこうなっちゃうんですよ肘早く、で肘が早く曲がるのに、頭動いちゃいけないっていうと、今度こうなっちゃうんですよ、それ今日博士若干ふざけてるっすね、いやふざけてない、ふざけてないるじゃないですか、いやいますよ、こっちとあと頭動いちゃいけないって分かってて肘がこう曲がっちゃう人が、はい、だから必ず感覚的には手首は使うんだけど腕はあんまりすぐには、こう曲げないでください、はい、でどっちかっていうと左右の広背筋使って、こうテイクバックしてます、おだってクラブって最初横の動きだから、確かに横の動きから縦に動いてくる、確かに体もどっちかっていうとこう引っ張られてきて引っ張ってこういうとこ つっかけるとわかるけど、相当使うんだよ、はいはいはい、この肩の、この辺から、うん、そうするとこういうじゃないですか、でも、比べて重いからこうならないように、こうしなきゃいけないんでやっぱりこの筋肉も使う、なるほどね、そして今度は右手1本でいきます、分かりやすい、こういきます、でこの時にで曲げちゃいけない人だって最初から伸びてないけどね、はい、これジュニアの人にいつも言うんだけどジュニアの子って結構両手伸ばすんですよ、あ伸びてるね、で一番ダメなのって、構えた時から手がすでにグリップより、グリップ左手グリップより右手のグリップが前に出てるから、あ普通だったら右手前に出ちゃうじゃないですか、筋肉が、でこれをちょっと力を内側に絞ってるっていうか気持ち緩ませて、
腕のこの方向を、はい、結んだ方向をこう揃えてくる。でもこういういいアドレスしてる人ってさっきの右手が上になっちゃってる人が練習場で見てて9割ですよ。そうで右手が上になった時点で、うん、はっきり言ってハンドファーストがめちゃくちゃ厳しくなってる。あ、そうなの。そうこうなってくるんで、うん、どん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 あそうこう打ちたくなってくる。そうかそう。やっぱりハンドファーストっていうのは右手が左手よりもどん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 隠れていかなきゃいけない。そうだ確かに隠れていく。そうですね。だからこうやってると当たり前だけど腕のラインが左向くし、うん、肩のラインも左向いてくるんで、うん、要するにこっからこうなっちゃう。やっぱりだから必ず。そっかそっかそっか。これはジュニアにも言ってるんですけど、なんでじゃあ右腕がこうやるんですかって、うん、それはそうなのは左手と右手って平らだったら平らに構えられるけど、うん、右手が下の分だけ肩ってちょうど下がってください、うん、この基本をみんな知らないです、あんまり。そうですね。知っててもやってないです、うん、なんかこうなっちゃうとダフっちゃうと思って右肩高く構えようとして、必ずこうで、こうなっちゃう人っていうのはやっぱりこれだともう余っちゃうんで、どんどんカットしていく、うん、なのでまず腕はそんな伸ばさない。はい、はい、でこの状態から広背筋でテイクバックしていって、うん、コッキングが入ってきます。こうきました。バックスイングで広背筋って実は、まあ、形が作れる。もし使うとしたらこの薬指をまあ持ってていいです。確かに。ただ、うんうん、前も言ったけど親指に乗っかっちゃう人が多いんで、うん、絶対親指を離してください。そうだね、振りかぶっちゃう人。う前も言ったけどここに乗せます。ここ、指に押し出し指の付け根、うん、だからここに豆できんじゃないですか。できるできる、ね、これでさえある。そう、うん、だから必ずここに乗せてあげる。そっか。でこれが昔の人はよく言う出前持ちになりますよっていう、はい、そう出前持ちの感じなんだけど、うん、出前持ちじゃないですよ。そんな言ってたね。こうだ、そんなやってる人いねえっつって。そう、うん、本当の出前持ちは、うん、ダスティン・ジョンソンぐらいです。そうだね。そうでも普通にならないんです。確かに。だからこのぐらいにして、でここから左手と違うのは、うん、ほとんど右手の出番っていうのは最後の方なんで、逆にどれだけここからここまでおとなしく我慢できるか、右手を使わないか。言ったじゃないですか、右腕の回線もなければ手首もほどけませんよ、うん、ずっとこのまま来るんですよ。ずっと来るんですよ、はい、この我慢ができるからなんですよ。ほとんどの人は、うんうん、ここからこうやって打っちゃう。そうだね。そう必ずトップいったこの位置から、うん、あれじゃダメですか。俺が一人で練習するときは博士の昔言った右手でバイオリン。バイオリン向いてます。あのそうしないとね、俺も右手強いんで、ね、要するに右手を使う人っていうのは、うん、まあ、肘が後ろ下がって前出るアブダクションもあるし、うんうん、基本的に遠ざかっちゃうんですよ、はいはい、待って早くからグリップが体から離れちゃう。離れちゃう。なんかスイングアーク大きくしようみたいな。シャフトも離れてますね。そうでカウンター当てるとか言って、うん、こんなこと一時期みんなやってたんだけど、あやってるけど、あそれはプロはいいっすよ。終わったってこうにはならないから。ならないから。でもそれによって余計に腕を使うわけだから右手を早く伸びちゃうじゃないですか。なんかあれ試してみたけどダメだな。こうやってやっちゃうじゃないですか、うん、こうやれって言ってたじゃないですか、うん、なんかこうやってこれはもうだから、うん、ダメですよ、ね、良くないです。肘伸ばすみたいな、はい、どっちかっそ。俺それだもん。こうしないんですよ。要するに手って下に降りるんですよ、うん、はい、こうやって、はい、ことは昔やったバイオリンですよ。バイオリン、バイオリンをここで弾いてくれと、うん、こうやって、はい、俺もねすぐ外から来ちゃうからいつも博士に言われた、ここで弾いてから、うん、こう打つ。そうイメージですよ。すげえ我慢する俺。ここから我慢して我慢してバーンって、はい、こうやって当てる感じ、うん、だからわざと右手でこうシャフトを体にこう擦ってから振ると、うん、これでカットする人いないんですよ。あ絶対クラブ下に降りてくるんで、うん、インサイドから。でそういう人って初めて何を感じるかというと、うん、リリース右手も使えないから、うん、ここでこんな使うんですかって。あ、はい、でプロってやっぱり圧倒的に、うん、アマチュアの人って打った後左手のグローブが右手より上に見えてるけど、そうですね、プロで左手が上に見えてる人いないですよね、うん、必ず下から見えてる。そうですね。そうってことはかなり
貯めてきて使わなかったものをここで使うってこと、はい、要するに右腕っていうのは最後にここからこう使います、うん、だから使わないわけではないです、はい、これ使わないとやっぱ飛ばないので、はいはい、ただ早く使えば使うほどほどけてしまうので、そうですね、今小立が言った、小立プロが言ったそのバイオリンを弾きながら、バイオリン弾いちゃってからパン、これでね、右手がそこから実際くつことはないけど、はい、そのイメージがグリップが下に下がる時間ですね、うん、でそこから右手が使ってきます、はい、であのもちろんクラブヘッドが後ろにあるんで、うん、グリップで引っ張ってくる動きなんですよ。あの、はい、左手っていうのはその引っ張り続けてくるイメージが出てくるんで、うん、引っ張ってきてそのまま、これはデイペルツの理論ですよね、はい、もう 2,30 年前から言ってる引っ張ってくる動きしか、うん、このヘッドを安定させる動きはありません、うん、ずっと引っ張ってきて当ててくる、でその後も引っ張り続けるという、はい、ただみんなそのデイペルツとかでもそうですし、うん、結局右手の話になった時は、うん、やっぱり押すイメージが出てくるわけです。それなんでかというとプロで右手ずっと引っ張っていくっていうイメージはあんまりなくて、ないですね、やっぱりなんでかというとシャフトの左側にあるグリップっていうのは引っ張るイメージができるけど、うん、シャフトの右側にある右手っていうのは、はい、やっぱりなかなかヘッドが後ろにあればずっと引っ張るイメージできるけど、実際ここからヘッドが先行するんで、はいはい、追い越すからこの状態で引っ張るっていうイメージはできないんで、できない、そうだから左手で引っ張り続けてもいいんだけど、そうすると右手のパワー不足になってしまうので、右手をやっぱり最後はタイガー打つも言ってたけど、うん、右肩を押すじゃないですか。だからタイガーも最後、はい、こうにはならないで、なんかいつもこうなるじゃないですか、うん、あれがやっぱり飛ぶ秘訣ですよね。なるほど。だ小立プロも、うん、どっちかというとドラゴンの時とかは試合出てるこうだけど、こうなる時ありますもんね。まあ、分かってないんだけど、俺途中でミステリー映画のように謎が解けてきました。要するに右手が仕事するのが遅い後の方だよっていうのが今の聞いて途中から分かってきた。そうですね、クラブが追い越すから。そうです、グリップよりも先にヘッドが出た瞬間にやっぱり押すイメージになっていかないと。そうですね、なかなか。そう、ただ左側にシャフトの左側についてる左手だったら、うん、引っ張るイメージは別に持てますので、これはどちらでもいいです。なるほど。どうしても右手が早く入っちゃうんだったら左手で引っ張り続ける、はい、もしプロのように左手で引っ張ってきて右手がスイッチできるようだったら、うん、やっぱり右手の一押しっていうのはすごい。これ超ギンゴルの秘密なんだけど、はい、前博士が俺に教えてくれた、ちょっと話は脱線しないと思うんだけど、はい、今右手を押すって言ったじゃないですか、はいはい、俺に前右手を押すときに右足も押してあげると、今ね言おうかな。ああそうなんだ。そう、でも長くなっちゃうから言わないと思ったんだから内緒にするのかなと思ってた。いやいや、やっぱり右で押す時って右で押す、右足で押すんですよ、うんうん、はい、蹴る、まあ、要するに左右反左右なんですけど、こっちには力が入った分だけ右手が押せるんで。そうだよね。そう、左手で右手って押せないですよ。確かに、まあ、それは左手の視点よりもこの力点が前行けば押せるけど、うんうんうん、これよりも後ろじゃないとやっぱり力って入らないんで、はい、だから右足がここにあったらここで押せるわけ。あ、ということは右足よりも手が超えた瞬間に押せる、うん、なるほどね。右足のこの視点よりも右手が前になるときっていうのは引っ張ってるわけです、うん、はいはいはい、でも右手で引っ張らないです、はい、左引っ張って右足を右手が超えた瞬間にバン、要するに足が、じゃあここから、まあ、いつかやってもらうけど、右足っていうのは早すぎてもダメってことですね。ダメです。アウトサイドからいきますね。このね、右足も次やりたいんですよ。やりたいですね。あのね、ただ単に、はい、こうエーミングだって言ったんだけど、うん、もっと詳しく教えたいです。いいんですか？いいです。超銀行がいいんですよ、はい、今日は右足を超えたところ、はい、超えたところで右手を使う。だからそこまでは使わない。ここを超えたらヘッドを使って押していく。なるほどね。その感覚を使って片手でこう打てるようにします。昔右足をグリップが超えた時点で右足を蹴って、はい、またこれ足の話になっちゃうけど、ホリゾンタルって右からバックスイング行ってここで一番蹴るじゃないですか、うんうんうん、でももう一回地面にこう力入れてくるのは何かっていうと、はい、要するに
左に行ってからこれアイアンではないけどドライバーの時に5回目の体重で右4回目で右切りですか、うんうん、だからその時にグリップが右足を超えるわけです。だからここで右足が使えるっていう数値が100、0になるってことです。そうそうそう、まあ、アイアンはないですよそこまで。だけどアイアンでもいいからそういうイメージをこういって右足を蹴るのっていうのはグリップを右足が超えたところでまずあと5分、はい、もう一回いきます。いやいやだって昔博士300ヤード飛んだじゃないですか。もう一回30歳ちょいぐらいの時は300、いや300飛んでましたよ。飛んでましたっけ、うん、こうして俺負けてたんですよ。こう右ですね。この足の蹴るタイミングを使うだけでも腕って過ぎてから使おうと思ったら腕力入らないんで、はい、ああそうか、そうですそうです。これをなるほど、グリップが超えてからこう打つ。なんかいろいろ体の捻転とかいいとこがこうやって打ってるだけですごい分かっちゃうわ。そうですね、うん、こうしてグリップが超えたところで今度は右手をわざとこうしてあげる、うん、はい。なんか見て今まで見てくださってる方たちはこの右手で博士が打ってるのだけでも体の体重移動とか全部ねつながってくると思う。おお、はい、まあ、キャリーで130ぐらいいっちゃってるから、まあ、今日は右手の使い方、はい、最高。結構こっからこうはあんまり使わないです、うん、ただ気をつけなきゃいけないこの親指に乗っかったりしちゃいけませんよとか、うん、この乗せる場所とですね。でそこからあとはこう離す、あれですね、ここに人差し指のここに実は乗せるってこと。そうだね。 それと、はい、ダウンスイングの時にはほとんど使わない、うん、まあ、左の動きがほとんどなので、はい、そこから今度はここに来た時に右手が右足を越えた時に今度は右腕を出てくる、はい、であともう一個、もう一つ補足で左手が小屈してたんですけど、うん、左手っていうのはこう回旋運動小屈運動するんだけど右手っていうのはこのままこの角度はずっと変わらないです。ずっと変わらない、はい、なんでかっていうと右肘が曲がってるから。なるほど、はい、前ね、右肘が伸びてたら一緒に回旋します。こうやってそうだ、ね、右肘が曲がってると変わらないですね。この手首の角度はこの角度って変わらないです。ずっとこのままなんです。左手はこういうふうに伸びたとしたら、うん、普通なんかこういう同じ動きするじゃないですか。でも右肘が曲がってるんでずっとこうやってるだけなんです、うん、だからこう動くことはないってこと、はい、必ず右肘が伸びたら初めてちょっと、はいはい、それに、うん、今右手で押すってたけど押す動きも右手の腕頭骨筋が入ってきます、はい、要するにこうやってる時っていうのはこっち側の力です、はい、でもさっきのこれの左手のこっちも同じように右手もこうやってきたら腕頭骨筋が入ってくる、うんうんうん、それがちょうど右足を越えた時、はい、そこからこう押す動きが入ってくる。うわナイス、はい、いや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 、こんだけ複雑なゴルフの動きをまた難しいって言われちゃいます、最高でした。あの難しかったら本当にいや繰り返し見て、はいはい、いや3回見て分かんなかったら、俺3回見てるもん、分かんなかったら銀ゴルフ来てください、はい、はい、じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。